第7章五風結界。術が解けたか。しかしかなり時間稼ぎはできた。これなら十分だ。よくやったイタチ。キサメ、簡単に言ってくれる。あんたの術の生贄になったのは二人とも俺の部下だってのに。俺の昇天の術で少しの間でも暁のメンバーになれたのだ。二人から逆に感謝してもらいたいくらいだが。そろそろか。ここはどこだ。あれ、なんだ。俺、誰かに必要とされたがってた俺。俺はなんでそれを望む存在なんだろう。なぜ、なぜあれがガーラ。俺はその中にいた。いや、そもそも俺とは何だ。俺と自覚しているだけで、そもそも何者なんだ。小さな感覚。さて、あとはここに迫っている輩だが、やつらはサソリとデイダラで始末しておけ。ただし人中力は生け捕りにしろ。他は解散だ。イタチ、キュービの人中力はどんな野郎だ。教えてやれ。一番最初に大声で怒鳴ってくるやつがそうだ。なんだそりゃ。もっと具体的な特徴はねえのか。
一番最初に怒鳴ってくるやつだと。ふざけやがって、イタチの野郎。そうカッカすんなよ、サソリの旦那。楽しみが増えたじゃねえか。Oh!